林明は、台湾のカレン県出身のプロ野球選手。現在は、CPBL のトミクにガーディアンズに所属している。2007年6月8日に、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結ぶ。2008年シーズン途中に8月に北京オリンピックに、野球チャイニーズ台北代表に選出された。また、オールスターフューチャーズゲームでは MVP を獲得した。なお、 前年の古今流に続いて2年連続の台湾人による MVP だった。2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。2010年オフの11月に開催された杭州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。2011年はトリプル A 級。 ポータケットレッドソックスでプレーした。オフの11月18日にドレーク・ブリットン、ウィル・ミドル・ブルックスと共に40人ロースターに登録された。2012年3月9日にレッドソックスと1年契約に合意。3月16日にトリプル A 級ポータケットへ移動した。4月14日に怪我をしたジャコビー・エルズベリーの代役としてメジャーへ昇格し、 同日にメジャーデビューを果たした。台湾人メジャーリーガーとしては8人目の快挙となった。5月21日の対ボルチモアオリオールズ戦でトロイ・パットンからメジャー初安打を記録した。10月17日にサンディ・ロザリオを40人枠に入れるために戦力外となった。2012年10月26日にヒューストン・アストロズへウェーバーで移籍した。 12月19日に戦力外となり、12月21日にトリプル A 級オクラホマ式レッドホークスへ降格した。2013年1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出された。シーズンではトリプル A 級オクラホマ式で121試合に出場。3本塁打42打点19盗塁打率。 234だった。メジャー昇格のないまま11月5日に FA となった。オフ11月には台湾で開催された2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北へのチャイニーズ台北代表に選出された。2013年12月15日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2014年シーズンから投手に転向した。 2015年3月5日に日本を活動拠点とする四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドックスへ外野手として入団した。前期シーズンは34試合に出場し打率232本塁が3打点を記録した。2015年6月29日に行われた CPBL のドラフト会議において議題、ライノズから1位指名を受けた。 後期シーズン開始後の8月12日、議題ライノズへの移籍が発表された。同年9月18日のラマゴモンキーズ戦に、ヨーヨー君がリリーフ投手として登板し、内閣に足指への支給を投じられ、全治8週間の傷を負わせられたため、第1回、WBSC プレミア12のチャイニーズタイペイ代表を断念した。2017年1月23日に第4回、 WBC のチャイニーズ台北代表に選出された。7月22日にコークニテルが負傷で登録抹消した際、代わりにキャプテンを務めた。2019年は自己最多の112試合に出場し、270、守備機会中、失策例で4年連続となるゴールデングラブ賞を獲得した。そしてオフには 2019WBSC プレミア12に出場し、 同大会のオーストラリア戦では、勝利を決定づける豪快なホームランを放った。2020年は5月11日に、肘の違和感で登録を抹消した。6月10日の中心兄弟戦で一軍復帰し、不安視されていた守備にもついた。同月17日の中心兄弟戦で455、守備機械ぶりに失策をし、2018年7月12日から続いていた。 連続無失策記録が途切れた。この記録は CPBL 外野手最長記録となった。同月25日に成績不振で再び二軍へ降格した。下半期開幕戦となった7月24日の楽天モンキーズで6番中堅守で約1ヶ月ぶりの復帰を果たし2安打1打点を記録した。また9月10月には月間打率。 341を残した。10月16日の統一ライオンズで、球場全体が本類だと確信した、フェンス際の打球を補給し、話題となった。最終的には怪我もあり3年ぶりに2桁出場に止まった。ありがとうございます。